皆さんこんにちは。最近世間を賑わせている小林麻耶さんと芸能界の爆弾男ガーシーこと東谷義和さんが緊急コラボし、 YouTube 生配信で市川海老蔵さんについてさらに暴露話を披露しました。小林麻耶さんといえば、3月21日の配信の動画を皮切りに、否定で歌舞伎役者の市川海老蔵さんと妹のゆえ、小林麻央さんに関する話を立て続けに告白し、話題の人物となりました。そんな小林麻央さんと元アパレル会社社長のガーシーは旧知の仲だそうです。ガーシーは当初、小林麻央さんが夫国光明さんに洗脳されているように見えるという疑惑を持っていましたが、小林麻央さん、国光明さんと電話で話をしてみたところ、麻耶さんは洗脳されていないと分析を改めたそうです。それを視聴者に証明するためにコラボを打診し、実現しました。配信では、小林麻耶さんの言っていることは真実だと思う、洗脳されていないことをみんなに理解してほしいと視聴者に呼びかけています。麻耶さんはこの配信で、麻央さんが望まない民間療法を海老蔵が強いていたことを暴露しており、その背景には詐欺師の貴公子が関係していると語りました。麻央ちゃんが癌になって最初標準治療を選んでいたんですけど、そこで海老蔵さんが進めてきた詐欺師というか貴公子なんですけど、その人の治療を選ぶことになってしまい、それをやっていたんですね。最後に亡くなる直前に麻央が辞めたいと言っていたんだけど、辞めさせてもらえなかったというのを聞いて、そういうことだったんだって思いました。小林麻央さんのがん治療は本人が望んだ標準治療ではなく、海老蔵さんがハマっている貴公子の民間療法で、麻央さんが亡くなる直前までその民間療法を強いられていたことを語りました。さらに自身も9000万を騙し取られたとして金銭問題についても語られました。海老蔵が2016年の2月に中東で初めて歌舞伎の公演を開くというのがあったのですが、それを実現したのがその貴公子で詐欺師なんです。私は9000万なんですけど、妹は2億3000万円で、母親が4000万円なんです。その詐欺師にお金を渡しています。麻耶さんだけではなく、麻央さん、さらには母親まで多額のお金を騙し取られていることを告白しました。その詐欺疑惑に海老蔵さんも加担しているのかとガーシーに問われた際には、破綻も何も中東公演に一緒に行ってるので支払いトラブルが起きていて、海老蔵さんサイドにその人が払えないっていうのは聞いていますと打ち明けています。現在はその貴公子の男性に弁護士と共に訴訟準備を行っているとのことです。ガーシーは元より別件で海老蔵さんについて暴露すると宣言していたため、麻耶さんにお互いに協力し合いましょう、僕のことも利用してもらっていいので、悪いやつを叩くために麻耶さんが悪者になってはいけない、一矢報いないとエールを送り、共に戦うことを誓っていました。また小林麻耶さんは海老蔵さんに襲われたというにわかには信じがたい内容のブログを更新しています。妹が亡くなってすぐの話です。私は海老蔵の家に寝泊まりをし、母のお手伝いや甥のフォローをしていました。ある日の朝、あまりの体力の限界に朝起き上がれず、部屋でそのまま寝ていました。すると上から重たいものが覆いかぶさってきました。目を開けると海老蔵が私の上に覆いかぶさっていました。海老蔵が私の耳元で、愛してるって言って、麻央がいなくなって寂しいんだ、あまりの恐怖に声が出ませんでした。すると海老蔵は、俺のこと好きと聞いてきました。早くこの場から逃れたい、なんとか逃げたい、ありったけの力をなんとか振り絞り、好きと言いました。言うしかなかったから言いました。私の体の上からどいてほしくて言いました。私はあの日、人生最大の大きな嘘をつきました。でも解放してくれませんでした。どこが好きなの言ってみてと海老蔵が耳元でささやいてきます。怖くて、でもなんとかしなくてはいけない、どうにか思いついた答えを必死に言いました。外見、受ける、麻耶ちゃん俺の外見好きなんだ、
ようやく私の上から海老蔵はいなくなり、部屋から出て行ってくれました。本当に女なら誰でもいいんだなと怒りがこみ上げてきました。そのことはもちろんあきらくんに話しました。絶句していました。妻が亡くなった直後に妻の姉に迫るなんてとても信じられない出来事ですが、事実なのでしょうか。小林麻耶さんの攻撃はとどまることを知りませんが、その代償も大きかったようです。小林麻耶さんは自身のブログで、父からは今やっていることを怒られました、縁も切られました、でも私はやります、ごめんねパパ、私がやっていることいつの日か分かる日が来るよとブログに投稿。一連の告発をきっかけで ZIP から縁を切られたことを告白しました。さらにかつてアナウンサーやコメンテーターとして活躍していたテレビへの復帰も熱望しています。しかし実現させるのはかなり難しいことだと考えられます。小林麻耶さんは18日に更新した自身のブログで、これから私はまたテレビに出たいと思っていますとテレビへの復帰の意欲を語っていました。しかし20年に出演していたレギュラー番組を降板させられていますし、所属していた事務所生島企画所からも契約解除されています。そんな中、海老蔵さんへの告発をはじめ、真偽のほどはともかく告発の内容もかなり強烈なため、各局もオファーを出すことにかなり躊躇しているようです。怒涛の勢いで海老蔵さんへの告発を続ける小林麻耶さんに、ネット上では小林麻耶さんに長期間の休息を取らせてあげてほしい、体や精神が心配、誰か休ませてあげてほしい、すごく疲れた顔してた、小林麻耶さんなんだか心配、大丈夫かな、お顔もやつれて元気ない感じ、人間ってこんなに顔が変わるのかと思った、老いとかそういうのじゃない、やっていることの良い悪いは別として、ここまで来ると本当に心配になる、などたくさんの心配の声が上がっています。さまざまな問題が山積みの小林麻耶さんですが、麻耶さんのご両親はどんな人物なのでしょうか。小林麻耶、麻央姉妹の現在の実家は世田谷区にあるそうですが、生まれは新潟県だそうです。その後埼玉県に引っ越し、数年後には兵庫県へ、それから東京都荒川区、そして現在の世田谷区へと転々としていたそうです。父親が信託銀行に勤める銀行マンだそうで、若い頃は転勤が多く引っ越しが多かったようです。確かな情報ではないのですが、現在両親はどうやら別居しているようです。その時期は小林麻耶さん、麻央さん姉妹がアナウンサーの仕事を始めた頃からだそうです。サラリーマンの自分と時間が不規則な仕事をしている娘たちが同居していると、互いに、そして妻に負担がかかるからと家族を思って別居を選択したと明かしています。しかし別居の理由は父親の浮気だという声もあります。というのも、小林麻耶さんの夫国光明さんが小林麻耶さんのお父さんの浮気を示唆するブログを投稿していたからです。ブログには、父親の癖して娘も守れない男に偉そうに説教される筋合いはありません、僕のこと何も知らないのに、大して会ってもないのに、あなたが別居してるから麻耶ちゃんが幸せそうなのに嫉妬してるんですよね、自分が悪いのに、自分が浮気したのが悪いのに、そんな人に説教される筋合いはありませんとブログに綴られていました。このブログが本当のことを綴っているのであれば、ご両親の別居は父親の浮気が原因だった可能性があります。そしてこのブログは小林麻耶さんにもリブログされているので、麻耶さんは国光さんの記事の内容を肯定しているということだと考えられます。かつては仲が良く、麻耶さんと父親のこんなエピソードもブログに綴られていました。父は小さい頃から大学生までわからない勉強をすべて教えてくれました。今思うとすごすぎる、物理とか教えてって子供に言われても、私は絶対無理ですもん、青山学院大学に行った麻耶さんに勉強を教えていたと考えると、お父さんは相当頭も良く、そして仲が悪ければできないことなので、かなり親子関係は良好だったことがうかがえます。そんな仲の良かった家族が絶縁状態になっているのはとても悲しいことです。真相は不透明ですが、
元の仲の良い家族に戻れることを祈ります。そして沈黙を守り続けている海老蔵さん、この先何か動きはあるのでしょうか。今後の動向から目が離せません。ご視聴ありがとうございました。